部屋での時間を大切にしたい。だからいつも心地いい室温で。いいよ。新しい家に引っ越ししたら、いろいろなことをやりたい。新生活の始まりです。と思っていたら、なんか寒い。エアコンマックスにしてるのに、マフラーしてもダメ。どうすればいいの？さてと、今日のお天気は、あ、やだ。結露で窓が真っ白。新調したばっかりのカーテンもびしょびしょ。ひどい。高い断熱性能を持つスペーシアに変えると、寒さや結露から解放されます。スペーシア？スペーシアは2枚のガラスの間に 0.2 ミリのとっても薄い真空層と特殊金属膜の効果で高い断熱性能を発揮するリフォームに最適な断熱ガラスです。スペーシアは1枚ガラスと比較して、温めた暖気の流出や外の冷気の流入を大幅に減らすため、温度変化が少ない快適な空間を保ちます。例えば室外温度が 0.4 度の環境で1枚ガラスとスペーシアを比較してみると、1枚ガラスの室内側のガラス表面温度は 6.3 度、スペーシアの表面温度は 18.8 度。その差はサーモグラフィーで見ても一目瞭然。寒い冬に発生する結露。スペーシアは外と室内の温度差を真空層と特殊金属膜が遮断、結露のないクリアな視界を得られます。でも交換の工事って大変じゃない？それが簡単なんです。真空層が薄いので、今お使いのサッシを変えずに交換することができます。ガラスをチェックしてサッシを外します。ガラスだけをスペーシアに交換。大きさにもよりますが、1枚の交換は約30分程度で終了します。ガラスだけ変えられるなんて知らなかった。その上、スペーシアは1枚ガラスと比べて冷暖房費を約 40% も削減できます。お得ね。電気代も節約できて、リビングもあったか。結露もなくて快適ね。スペーシアの断熱性能はそのままに、暑い日差しをカットする遮熱タイプのスペーシアクールもございます。スペーシアクールは暑さの原因となる日射熱を 51% カット。この効果は1枚ガラスの4倍。お部屋の冷房効果を高めます。西日がきついお部屋や日差しでクーラーの効きが悪いお部屋におすすめです。全国のスペーシアに交換した皆様から、変えてよかったといった声をたくさんいただいています。スペーシアはメンテナンスフリーで10年間の安心保証付き。楽々安心。 安心。部屋での時間を大切にしたい。だからいつも心地いい室温で。